提供するためのトリックはこちら。これが電気でお湯が沸かせるポットです。ものすごい古いタイプ。当時電子レンジなんかないので蒸気で物を温めるスチーマーという機材です。こういう風になってます。で、今のご主人の背中の空間が一般席用のトイレになってます。通わなくてカーテンで仕切るというタイプですね。で、普通はトイレ1個の飛行機なんですけども、これは VIP 用なので、 VIP 用のトイレは増設してあります。で、まず違いが何かというと、ちゃんと戸があるんです。こちら VIP 用には戸がある。はい、前の方行きます。で、一般席があります。全部で28席です。はい、民間会社が使ってた YS11 はですね、これと全く同じシート、全く同じ内装で、この壁がなくって一番前まで同じ景色でした。で、この飛行機の場合はここからこっちが VIP の区画になりますので、どうぞお入りください。大事なお客さんが座られたところですね。大事なお客さんも離着陸の時にはここにお座りいただいてた。で、向こうのソファの方にはお付きの人もいて、上空行きますと、このお客さんたちはシートベルト外してこのラウンジの方に移って、そちらで飲み物を飲んだり、ご歓談をしたりとか、そういうような使い方をしてたというふうに聞いてます。じゃあ、まあ行くよ。ここまで行っていいよ。ここまで行っていい。どっちの席に乗ってます。交代でね、みんな交代で流れを見てよ。みんな交代だよ。見ていただくとあれになると思いますけども、当時オートメーションなんか全くないんです。全部バニラルです。エアコン1個回すのも3つ4つスイッチ回さないとエアコンすら作動しません。で、そういう時代ですから、信じられないぐらいのスイッチの数があります。特にオーバーヘッドパネル、エアコンとかですね、そういう、なんて言いますかね、補給関係というんですけど、そういったものに関しては非常にスイッチが複雑です。質問ってできるんですか？後ほどですね。そうだったんですけども、そういった会社で使ったのはこの壁の奥も同じ景色だったんですね。で、ただこの飛行機はまあ特別機ですので、ここから奥が VIP 仕様のになってます。どうぞお入りください。この VIP のお座りになられる離陸着陸の時主に使われるところで、その向こう側がラウンジシートと言いました。で、ラウンジ状態になってまして、まあ、随行の方もそちらにおられて、まあ、飛行機上で、水平飛行で安定しますとシートベルト外されて、の VIP の方々もそちらのラウンジで、まあ、くつろいでおられた。ドリンクサービスとか受けられたというふうになってます。カーテンありますので完全ではないですけど、まあ、半個室ような状態にできた空間ですね。はい、前の方行きます。こちらの方まで、入っていただいて、コックピット覗いてみてください。オートメーションなんていうものの考え方はもう全然ない飛行機ですから、エアコン1個回すのにもスイッチが3つ4ついります。はい、ですからオーバーヘッドパネル、天井のパネル見ていただくと、もうおびただしい数のノブとか、スイッチとか並んでますね。非常に操作は煩雑な飛行機です。で、マニュアルという話のついでで言いますと、ここがいわゆるナビゲーターシート、航空士というのが当時おりました。ここにチャートといった地図みたいなものを広げてですね、これで自分の位置がここなので、ここに行きたいので、風こっちから吹いてるから、機長にこのインターホンであと4度左に頭振って、あと12ノット増速してくださいみたいなこと言うんですよ。計算をして、全部マニュアルで手計算です。で、機長はそれに基づいて飛行空機を運航してたと。今はここでやってた仕事は全部コンピューターが取って変わりましたので、もう民間の会社からはそのナビゲーターという職の人はいなくなりましたね。あと、この飛行機の特徴の一つがこのタラップなんですよ。ボーディングタラップ、ドアを開けるとこのタラップ今三つ折りになってます。これは自重でパタパタパタって降りていって、ここでお客さん乗りたり、降りたりすることができる。当時の飛行機や、飛行場なんて大した設備がなかったもんですから、自前でこういったものを持ってたんですね。で、まあ、俺も下ろせれば皆さんここからご案内できるんですけど、下ろすのはいいんですけど、上げる時の電源がない、特殊な電源が必要なんですよ。はい、で、あとモーターの保養品もないということで、開けたら最後上がらなくなる恐れがあるので、今ちょっと開けられないというのが必要です。
て、はい、でその成田まで、迎えに行って、この飛行機で、はい、80カ国ぐらいですから80往復したんです、羽田まで。でそうすると皆さん降りてからすぐお葬儀行かれますので、あの畳んだ状態では喪服下げられない。でのでここに皆さんのやつを下げて、その一刻一刻の方々です。でここ、まあ、クローゼットのような状態で羽田まで飛ぶで、いうのがいるぞ、下げるとかないぞということで大急ぎで作らせたのがこれだ。それで身辺 のお手伝いはしてたんですけども、あの実際上空上がって安定してしまえば、この方々もスイートベルト外して、そちらの方のラウンジの方に移られて、飲み物を飲まれながら交換談をされてたと、いうような使い方をしてました。はい、参りまーす。この方から前が来て、そこまで行っていいですから、コックピット見てください。50何年前の設計の飛行機ですから、オートメーションなんてものは皆無です。オートメーションなんてものは全くなくて、エアコン1個動かすのにも4つぐらいスイッチ動かさないと動かない。これボタンポンっていうわけじゃ絶対いかないんですね。はい。まあそういうような乗り物です。スイッチの大さ見てみてくださいね。特に天井のパネル、オーバーヘッドパネル。あとですね、今はコンピューターがやる仕事なんですけども、ナビゲーション広報に関する仕事はここで航空士がやってたんですよ。でここに地図広げて、こういうので自分の位置決めて、ここに行きたいから風こう吹いてるから頭こっちに振ってくれっていうので、これを計算で出して、で機長にこれで、連絡をして、機長はそれに基づいて運行してたっていうようなことですね。はい、これ非常に、まあ、孤独で大変な仕事です。はい、で彼は集中する必要があるので、国家庭で締め切れるんですよ。切ないですね。あと YS の特徴の一つがですね、当時の日本の飛行場なんてろくな設備ないです。だからこれタラップなんですよ。ボーディングタラップ、これが乗降口で、ドアを広くと自動的に階段が降りていく仕組みです。でこれ下ろすのは今も下ろせますが、上げるためにはですね、特別な電源がいるんです。だから今これ下ろしちゃったらもう二度と上げられないので、だからまあ皆さんを非常口からご案内してるというのが実態ですね。通常はここから、はい、でも天井低いですよ。で頭振ってもいいようにクッションがついてます。はい、はい、よろしいですか。ご覧になりました。はい、じゃあ戻り口のとこですね、ちょっと段差ありますので気をつけてくださいね。はい、はい、どうぞ。すいません、はい、ありがとうございます。